皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらのホラーゲーム、アイロニー・オフ・ナイトメアをプレイさせていただきたいと思います。タイトルは皮肉な悪夢？普段からパソコンにかかりっきりで、家族との関係をおろそかにしていた主人公がクリスマスの夜に体験する恐怖を描いたホラーゲームみたい。しかし今回のホラーゲーム、季節外れもいいところですな。うるせえ黙れ。それでは早速やっていきましょうか。ゲームスタート。始まった。パソコンの画面に操作方法が表示されてるね。見りゃわかるわ。今日の霊夢、当たり強くない？気のせいだよ。なかなか洒落たオープニングですな。別に普通じゃない？よし、動かせるようになったね。やっていくよ。結構グラフィック綺麗だね。これが主人公のパソコンか。ああ、よく見たらコップの中身こぼしてるじゃん。本当だ。これは死に値するね。メモだ。メリークリスマス。君は自分のパソコンと共にする時間が長すぎるよ。壁にメモを貼っておいたんだけど。それでも君は気にもかけやしない？私たちはクリスマスツリーをデコレーションしたんだ。ちょっと行ってみてきなよ。飾り付けしたクリスマスツリーを見てほしいみたい。私たちって書いてあるのが気になるな。クリスマスの日くらい一緒に楽しく過ごせばいいのに。筋トレ用具だ。主人公はガキムチのお兄さんなのかな。ツリーはこの先かね。女性ものの服だ。メルカリで売りたいなー。扉がたくさんある。どれも鍵がかかってますね。ここはどうだろうか。開いた。クリスマスツリー発見。ほう、結構綺麗に飾り付けられてるじゃないの。ドロップキックかましたい。何？電気消えちゃったけど。真っ暗で何も見えないよ。と、扉の閉まる音が。あ、一応電気はつくんだ。ってことは少なくとも停電ではなさそうね。つまり意図的に電気が消されたと。一体誰の仕業なんでしょうかね。家族の仕業に違いない。あれ、今さっきつけたばかりの電気が消えてるんだけど。きっと故障だよ。おっと、こんなところに鍵が。なんか、鍵の置き方がいかにもって感じ。やはり家族のドッキリの可能性が高い？家族の気持ちもわからんでもないな。パソコンばかりいじくって家族との時間を大切にしないから。さっきの鍵、この扉のだったのね。ってことは外側から誰かが鍵かけたんだ。この鍵は、人形のかな？人の形に見える。おお。ここに来てようやくホラゲーのマストアイテム、フラッシュライトをゲット。これで怖いものなしだぜ。この音は、この扉の先から聞こえるね。開いた。テレビの砂嵐の音だったのね。ここは台所か。また扉が一人でに閉まった。鍵かけられちゃってるし。普段パソコンばかりやってる主人公へのお仕置き的な感じなのかな。謎の文字が。何かのヒント？また変な音が。電子レンジが動いてる音だね。中に何か入ってるし。なんだろう。できたみたいだ。冷え？これって、心臓だよね。しかもまだ動いてるよ。一体誰の心臓なんだ。ちょっとシャレにならなくなってきたよ。冷蔵庫がある。うわ。ヨウム。渡しちゃうわ。さっきの心臓はこの豚さんのだったのか。目に鍵が刺さってるけど。取るよ。え、鳴き声が聞こえるんだけど。この豚さんまだ生きてるの？どう見ても死んでるようにしか見えない。これはちょっとやりすぎじゃないですかね。地面が血の海だ。血が扉の向こうに続いてるんだが。怖いからそろそろやめてー。あら、開くようになってる。うわ、今何かが横切っていかなかった？自転車に乗ったおっさん。なかなかハイレベルなドッキリだな。あ、さっき横切っていったおっさんだ。明らかにヤバい人だよね。こんなところ早く出ようよ。でも外にはおっさんが。じゃあ、なんで入ってきてるんだよ。
消えた？家族が主人公にお仕置きするためにドッキリ専門業者でも呼んだのか？ドッキリの限度超えてるよー。また行けるところ増えてるのかな？そこも開いちゃうんだ。行くよ。ごくり。浴室兼トイレか。あ、蛇口からザクロジュースが出てくるなんてすごい家だな。これ地じゃないの？他には何かないのかな？ありました。でもこの形のトイレはあまり好きじゃないな。お？ラム？ラム酒のことかな？あ、ザクロジュースがこぼれてる。シャワーの方も同じく。あれ、今回は鍵ないのかね？今までの流れからいくと、何もないってことはないと思うけど。どこか見落としてるのかな？だと思うよ。あ、ここだ。ほら鍵あった。今扉閉まったな。閉じ込められましたね。で、何食べたらこんなんなるの？ひえ、あのおっさんがシャワー浴びとる。消えちゃったよ。一体何なの？いやあ。脅かすだけ脅かしてどっか行きおった。こりゃ本格的に命が危なくなってきたな。なんとかしてこの家から出られないの？方法はあると思うんだけど。自分の部屋に戻ってきたのね。パソコンで助け呼んだりできないかね。デスクトップ綺麗だな。左側に3つアイコンがあるけど。どれか押してみてよ。それじゃあ一番上のチャットを。チャットでニックって人が何か言ってる。この人が今回の黒幕かな？変身できるみたいだから煽ってみよっか。なんでそうなるのよ。これ以上状況を悪くする気？とりあえず挨拶代わりに。ミーってのが主人公ね。変身きた。お、この家から出してくれるのかな？もちろん出たいのでイエスと変身しよう。さあ、なんて変身が来るんだろう。だと思ったじゃねえよ。早くここから出してよ。チャンス？このニックって人の言う通りにすればここから脱出できるみたい。逆に言うことを聞かなければあの化け物と一緒にここに残ることになるのね。準備はいいかだって。ヨウム、よく聞くんだよ。霊夢もね。ほうほう。隣の部屋におもちゃの家があって、その後ろにこの家から出るための鍵があると。これで脱出できる。この音は？扉の開く音が聞こえたけど。誰もいないみたいね。それじゃあ隣の部屋に向かおっか。あ。消えた？みたいだね。こりゃ急いだ方が良さそうだ。鍵あったよ。ニックの言った通りだね。あとはこの鍵を持って出口まで向かうと。本当に従っていいんだろうか。危険な匂いがしますね。それはそうと出口ってどこなんだろう。そこじゃない？おお、出られた。ニックの言ってたことは本当だったみたいね。わあ、花火だ。脱出おめでとうってことかな？綺麗ねえ。ハッピーエンドで終われそうでよかった。うんうん。これからは家族との時間を大切にしなくっちゃね。で、おっさんがたくさんいる。指示通りにしたのに、ニックにはめられたってこと？うわぁ。お、終わったんだけど。彼は脱出した。しかしあなたは違う。あなたは永遠に遊ぶ？どういうこと？結局主人公は助からなかったってことよね。己ニックめ、騙しやがったな。はい、ということでこれで終わりのようです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。